面接の結果ってね、あの、意思決定者、社長だったら社長と、どれぐらい仕事と関係ない話ができるかで決まるんですよ。仕事関係ない話で盛り上がった人たちっていうのは、そうじゃない人に比べて、よほど能力の大きな差がない限りは、基本的には通るんで、だからおすすめはね、社長面接の前に、社長の趣味とか調べられるんですよ。例えば SNS とか、Facebook とか、インスタとか、あとは経歴書で簡単に調べられるので、だから自分と相手の、その、 共通点みたいなものを話題にしてあげると仕事関係ない話題にしてあげると通りやすくなりますね。